済んだもん。もうやめて。ほう、紬、君が僕に銃を向けるとは思わなかったのだ。お願い、もうこれ以上人間を殺さないで。ふっふっふ、次で最後になるのだ紬。僕の脳内には神経系と接続された特殊な起爆装置が仕込んであるのだ。僕が右手を真上に上げればそれがトリガーとなり、全世界へ超エネルギーミサイルが発射される仕掛けなのだ。このミサイルによって人類は滅亡するのだ。この亜空間シェルターにいる君を覗いてね。なんて恐ろしいこと。止める方法はたった一つ、その銃で僕を殺すことなのだ。さあ選ぶのだ紬。人類80億人の命か、かつて友であった一匹の妖精の命か。そんな、選べない、選べないよ。3秒後にトリガーを引くのだ。待って、済んだもん。3、2、1、済んだもん。はっはっはっ、紬、愚法。最初からこうなることは決まっていたのだ。ずんだもん。人間と妖精、共に生きることは不可能なのだ。そんなことない。アーシュたちはボイボ寮で一緒に楽しく暮らしていたじゃないの。ふっふ、夢を見ていただけなのだ。楽しい夢をね。ずんだもん。いや、いや。甘いのだ、紬。素人があんな距離から銃を撃って当たるはずがないのだ。紬、君だけは他の人間と違うと思ってこのシェルターに呼んだのに。結局、僕のことを分かってくれる人間は誰一人いないのだ。